はい、皆さんこんにちは。伊勢屋漬物店吉村です。今日は、一番よく聞かれますぬか漬けが酸っぱいんですけどということについて、答えていきたいと思います。そもそもぬか漬けが酸っぱいっていうイコール罰ということではなくて、ぬか漬けが酸っぱいということはぬか床の乳酸菌がすごく豊富にある状態ですので、むしろ漬物は早く漬かりますし、まあ、乳酸菌の効果としては、胃腸とかにもいいですし免疫力アップしますし、高血圧の方の予防にもなりますので、ぬか床の状態としては決して悪い状態ではなく乳酸菌が豊富にあるという状態です。だからもう酸っぱすぎて食べれない、もう耐えれないっていう方以外はぬか床の方そのまま継続していただいて大丈夫です。なのでむしろ酸っぱいお漬物が好きな方には、もってこいのぬか床になっていると思います。ではなぜぬか漬けが酸っぱくなるのかと言いますと、先ほど申しましたように乳酸菌が増えている。ではなんで乳酸菌が増えてしまうのかというと、一番の原因はやはり、温度管理ですね。冬とかは大丈夫なんですけども、まあ、夏とかの気温上昇とかによる、温度管理がうまくできなかったことによって、乳酸菌が増えてしまったということになります。そして、ぬか床で一番大切なのがこのかき混ぜですね。かき混ぜが足りなかった。乳酸菌は、空気を嫌いますのでなるべく底にある乳酸菌を上に持ってきて表面に持ってくることによって空気に触れさせ乳酸菌を減らして調整します。そして3つ目は、ぬか床の塩度が低すぎる。これも毎日食べてたら、まあ、気づくと思うんですけども、ぬか漬け漬物がちょっと塩分が少ないなと思ったらぬか床の塩度が下がっています。まあ、それにつれて、乳酸菌も増えてしまうということになりますのでご注意ください。あと乳酸菌は水分が好きですのでぬか床の中の水分が多すぎると、まあ、乳酸菌が増えるだけでなくてカビとかの原因にもなりますので水分にもご注意ください。まあ、ビールを入れたり、卵の殻を入れたり、そうですね、青菜をつけてぬか床の酸っぱさを減らすというやり方がありますが、私はおすすめはしません。まあ、それを入れることによって酸味、酸っぱさは減るかもしれないんですがぬか床の味が安定しなくなりますので、おすすめはいたしません。まあ、あまりに、酸っぱさがひどい時にはもう半分ぐらいぬか床を捨ててしまうことによって、まあ、乳酸菌も一緒に捨てられて新しいぬか、足しぬかですね、足しぬかをして、乳酸菌の量を整えるというやり方があります。まあ、足しぬかの方法は私の他の動画で説明しておりますのでよかったらご覧になってください。ということで、まとめますと、まあ、耐えられない酸っぱさとか酸っぱいのが好きな方は、そのまま現状維持でぬか床の方を進めていってください。あともう酸っぱいのは本当苦手という方は先ほど申しましたような、対処法で、やっていってください。よろしくお願いします。